1963年昭和38年6月11日、死が突然にやってきました。友人は当時のことをこのように書いています。川島は静かに一人で死んでいった。遺体のそばには今村翔平と私が付き添った。死んだことを川島さんはまだ気がついていないようですな、と今村が言った。癌の寺の原作者水上勉さんは川島さんを忘れたことはないと言います。いい匂いのうんちだったし、だからね、ちょっと、粘りをつけろとかね、紙を入れろとかね、でこう上がった時にね、あまりこうトパッとその雫が落ちないでポタッと落ちるようにせとかね、いろいろ言うんですよ、あの人。で3日ほどかかってうんこ作りやったんですよね。その先輩のその作品の癌の寺、酔っ払って、桜んぼの季節はプープーと吹いて、種を吹いて取ってやるんですか。左右にやるんですか。左右に新聞を奥さんが畳んで置いとかないと、桜んぼの季節は大変だったでしょう。その一つの芸ですかね。プーッと吹いて、はい、こっち吹いて、吐いて、僕はそれ見なかったな。芸ですね。芸ですか、あれが。はい。その6月11日、いわゆる川島さんの通夜の日にですね、行かれて、はい、行かれたらしいですね。棺桶がありましてね、それで私がさくらんぼを買うていったんですね。棺桶を開けてもらって、今村翔平さんに開けてもらって、覚えておりますが、お弟子さんたちは寡黙でずっと棺桶の前に座っておられましたが、そこへ酔っ払った二人が行ったんですよ。芝の増上の前のお通夜の日でございましたが、お染めというお能の火でたおだ巻いてですが、その人とに連れられて行ったんですね。そういう映画監督ですよ。お通夜の日に入り込んでもいいようなお許しがどこからか出ている感じがしましたもんですから、さくらんぼを買って持って行ったんですね。そこでご遺族に、苦しいけれども蓋を開けてくれませんかと言って、川島さんの遺体に接吻はしませんけれども、お寺の小僧の自分から枕経というものを読みに行っておりましたんで、その枕経唱えながら私はさくらんぼを左右に顔の新聞紙がいらんよちゅって言って、どうぞ好きなように羽を吐き出してくださいと言ったんです。そのことを忘れませんね。水上勉さんは川島監督の七回忌に
一編のエッセイを送っています。田名部の墓参り、水上勤。川島雄三さんは私にとって大事な人だった。癌の寺の次に川島さんは風を約束していた。風とは川島さんがつけた題名で、私はまだこの材料を小説にしていない。急死でペンを取る勇気が失せたのである。風だ風だ、こいつを見たやつは誰もいない、歌うように言うのだった。風だ風だと言っているその顔つきは臭い色で冷たいはずだが、不思議に私には川島さんが死んでる気がしなかった。映画監督川島雄三は家族の眠るふるさと下北の土に帰っていきました。うわうわ、これは大変だわ。うわ、あ、こっち行けるか。よし、行くぞ。とにかくね、師匠、あなたはね、こういういたずらをするんですよね。うわ、よし、冷やそう。さよならですねと言いかけてやめた。この光に包まれた人工の春景色の中で別れたいと思いながら、どうしてもさよならの一言が言えなかった。ふるさとってどこがいいですか？君はどこがいいと思いますか？北の方はどうでしょう？東北とか。いや、いかん。なりません。厳しい口調で咳込んだ。九州か四国、そういったところです。北はいけません。絶対に西か南でゲス。よろしいか？その送別会の中で主人公が送別の字を言うのです。わかりますね。これから言うのを書き留めるのです。さよならさよなら、また会う日までなどと言うのはいけません。花に嵐の例えもあるぞ。さよならだけが人生だ。同じ文句を2回告げた。北へ帰るのはいけないという監督の言葉の底には、ふるさとを捨てた人の悲哀が込められていた。皆さん、川島雄三監督の声です。ちょっと耳を澄ませてください。我々友人としては、いつもその山口さんの展覧たる態度に引きずり回されておったような感じでございました。そういうことが一つには山口さんの欠点になっていたかもしれないと思うものでございまして、今後は美しい進歩を得られまして、そういう血管というか、そういう才能の方を殺していただいた方がいいんじゃないかと、ずっと置いた次第でございました。